オレグ・ユリヨビチベルニャエフは、ウクライナの体操競技選手。2016年リオデジャネイロオリンピックの男子、種目別平行棒の金メダリスト。身長160センチメートル。ウクライナのドネツク出身。2014年世界体操競技選手権の男子、種目別平行棒で、金メダル獲得。2015年世界体操競技選手権の男子、 種目別平行棒では2位で銀メダル獲得。2016年リオデジャネイロオリンピックの体操男子個人総合の決勝では接戦の末、内村光平が92.365点で金メダル、ベルニャエフ自身は0.099点差の92.266点で銀メダルとなった。体操男子個人総合の決勝後に行われた記者会見では内村に対して 審判から好意的に見られているのではと意地悪な質問をした記者に対してベルニャエフは割って入り内村はキャリアの中で高い点数を取ってきたんだ今の質問は無駄だと思うみんな憧れているさと反論これには日本国内からも反響があり東京のウクライナ大使館へはベルニャエフを称賛する電話やメールが数多く寄せられさらにはウクライナでは ベルニャエフが劣悪な練習環境にあることから、新しい体操器具の購入費の寄付の申し出なども、届いた。その後に行われた、リオデジャネイロオリンピックの体操男子、種目別平行棒では十六点零四一点で、金メダルを獲得した。AB インターナショナルフェデレーションオブジムナスティックス、ハット ABCDEF、金メダリストの略歴イコールオレグ・ベルニャエフ、五輪、 体操 .jiji.com 2016年8月18日閲覧。体操男子個人総合で、内村公平が2連覇の快挙最後の鉄棒で、ベルニャイフを逆転ロイター2016年8月11日、銀ベルニャイフ、採点に批判的な質問に、今の質問は無駄。体操 .sanspo.com 2016年8月18日閲覧。 AB、男気、ベルニャ F にかね内村との友情に、賞賛の嵐。寄付申しでも、体操。s n s p o c o m 2016年8月18日閲覧。加藤良平、平行棒7位。最後の最後で、楽しいオリンピックだと思いました。s n s p o c o m 2016年8月18日閲覧。ありがとうございます。